ました。おはようございます。おはようございます。はい、村長です。風間です。総合部です。ボツです。じゃあ今日はね、応援来てくださってるので、有田邸の塗装をやっていきたいと思います。ここのね、2階 の、1階の屋根の上の2階の、柱部分、屋根の下の柱もそうですね、木もそうなんですけど、肌色になっているところを、茶色い塗料を塗っていくというような作業になります。こっちはですね、お客様を入れて、お金をいただくところになりますので、皆さん張り切ってきっちり塗っていきましょう。ちなみにこのキシラデコールは強力な塗料なんで、服についたら取れません。大丈夫です。すごい、子供たちがめっちゃ上達してる気がする。こんなん絶対子供の方が上達早いからね。このね、多分大きい板から塗った方がいいっすね。大きい板のこの墨を先塗るじゃないですか、バーって。ほんで大断面塗ってからこっち横塗った方が多分綺麗に、あの、最終的になんか悪くなくなると思う。悪くなくなる。うん、あ、なんていうんですか、こっち横塗ってからこっちの上塗ると横に さらに染みついちゃうじゃん。はいはいはい。これ広げようとしてまた塗らないといけなくなっちゃうんで、そう、色ムラが出るっすね。先にやっぱ広いとこ塗るべきなんだ。トーチさんは柱を塗っていってる係なんですね。係かどうかは分からないですけど、柱しかまだ塗ってない。難しい、難しい。これはお、面白い。終わったら天井とか塗る？上塗ってみる？屋根とか。でも怖いわよ。今日もめちゃくちゃ天気で超綺麗。子供たちが塗った柱で、お、綺麗に塗れてる、綺麗に塗れてる。はい、実はこういうね、塗ったりとか貼ったりとかする作業が村ではたくさん行われています。職人さんがやらないといけないところは職人さんにやってもらうんですが、僕らができるところはね、極力自分たちで手を入れて、形にしていきたいと思っています。何何何どこ見よった？どれがどこ？どうも嘘でしょ、お前。どうした？お前腕が、腕っていうか、ハケが、大きい。わざとや、もうもはやわざとや。前よし、俺が買ってるから大丈夫。甘やかしに行くね。ママ、お菓子いっぱい買ってくれる。だからママ。もうだからママ好き。モノで釣られてる。あと、優しい。おお、行こう。ママの好きなところ、あと50個あげよう。今だか？うん。どこが好き？学校で嫌な形。今のよくわからなかった。学校の嫌なこと。お、学校の友達に言うか。ママが成敗してくれんの？してない、してない。ざわつくからやめ。お出かけいっぱい一緒に連れてってくれる。
おお。こういうこととか、唐揚げ屋さんとか。おお、唐揚げ屋さんであることが好き。サンガの試合とか。サンガの試合ってどういうこと？のドーム。じゃあママの好きなところをあげてやから、だから好きって。だから好き。だってめっちゃ好きやろ。おお、またモノや。そのうち ATM 言われる。習い事いっぱいやらせて。また金や。習い事の練習やってくれてる。おお。めっちゃええエピソード言ってんやん。ええお母さんや。ママのやつ知ったことが1個言う。1個だけな。1個言って、サッカーの練習やってくれる。おお。それだけ？それだけ。あと怒ると怖いよ。おお。ママはでもママの方が怒った怖い。ママ片付け上手、片付けてくれる。片付けてくれる。あれ？稼い。なくなっちゃった。インクも買うのに。そこ難しい。最後まで気を使ってあげてください。はい、めっちゃ気を使この積み木直してるとこは水弾く。やっぱそうなんだ。新しい木はやっぱ弾ける。古い木はどんどん進む。ここか。よし、めでた。久しぶりに力仕事じゃないから新鮮や。楽。このこうやって隅っこから塗っていくと跡がめっちゃ綺麗に。この大きいとこ先塗っちゃう。あ、じゃあ大きいとこを先塗って隅っこ塗っていく。どっちがいいかな。でないと結局大きいとこ塗るときに隅っこについちゃうんです。ほんなら隅っこの方がシミができて塗りムラになっちゃう。むずいねんな、この体勢が。しゃがむのか立つのか。Thank you.
どこに行った？もう一緒に取りに行った。ここの窓に。すごいな。見てほら、職人さんと一緒に遊んで。連日の力仕事で握力を持ってかれるんですよ。もう最近ずっと足場を投げてきたので子供たちね。ペッちゃんが濡れるとこに濡れた。完了。はい。セッキュー。終わり。セッキュー。はい、どうぞ。終わったよ。あ、見て。おいしそう、おいしそう。あ、なあなあ見て。あ、これいいね。いっぱい取れたね。いっぱい取れた。うん、もう赤いやついっぱい取っといて。でっかいやつね。でっかいやつ間違ってる。これはなんかミニトマト。待って。これが見えへん。あ、取れた。あ、すごいここがでかい。で、ちょっと割れちゃってる。これももうすぐ。ほら、こっちは赤いんだ。ちょっといっぱいやな。届くか。手にいっぱいやな。そこ届く？下手入れちゃダメ。下手なし入れちゃダメ。いいよ、あ、いいよ、別に。取れた？ほら、これ、赤い。あ、待って、あれ。これ、細長い。はい、これ見て。持って帰ろうか。あ、超危ない。僕が滑ったらそこから横どいてください。はい、滑り落ちていくことになる。さっきちょっと滑ったんで。ここで滑って、ずるって。危なかった、マジで。危ないですね。まあでも、落ちてもそこまでやからね。おおむねいけてるね。いけてますね。うん、大丈夫やな。おお、皆さん一面完了しましたよ。じゃあ、中尾さん。はい。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。ちょっと後で見に行く。